getting closer to midnight. I try to get closer to you. はい、どうもこんにちは、メグです。本日の動画はリビング・ダイニング収納の見直し動画です。あっという間に9月に入ったということで、先月、宣言していた通り今月は収納月間ということで、収納動画をどんどん上げていこうと思います。多分ちょっと長くなってしまうかなと思うので、1話と2話ということで2つの動画に分けて撮影していきたいと思います。で、まずは収納にあたって我が家の収納できるスペースを紹介していきたいと思います。一つ目に後ろに見える IKEA のチェスト、こちらの中身は過去動画で一度すべて紹介しているんですけれども、一部見直したいと思います。それからこのチェストの反対側、ダイニングテーブルを挟んで奥にキャビネットを置いてます。リビングとダイニングには先ほどのチェスト、こちらのキャビネット2つの収納家具が置いてあります。ちょっとスケボーとか置きっぱなしになっちゃってるんですけど、こっち側がリビングスペースになります。見ての通り収納家具など一切置いてないので、こちら側には収納できるような場所はない状態になっています。リビングダイニングではないんですけれども、キッチンの横に、リビング収納として使っているパントリーがあります。こちら書類とか、日用品なのかなとか書類が置いてありますね。こちらはまた後ほどの動画で見直していきたいと思います。それではね、こちらの見直しをスタートー。まず下の3段、こちらは主に長男次男の衣類が収納されています。こちらは過去動画で紹介しているので、よかったら見てください。今回はこちらは変わらずそのままで、一番上を見直したいと思います。チェストの中の一番上は、リビング収納としていろんなものをね、収納しています。過去動画にて紹介したんですけれども、結構ね、ぐちゃぐちゃしちゃうんですよね。主にこちら側は、保険証だったりとか、大事なもの、通帳だったりとか、そんなようなものが入っていますね。こちら側は主に、コードだったりカメラだったりとか、まあそういったものが入ってますね。で、こんな感じでね、隙間があるからいろんなものをね、入れちゃってるんですよね。こっち側はね、なんとなく、レンズとかコードとか分けてるんですけれども、このスペース何入れるか決めてないから、居場所が決められてないものがごちゃごちゃ置いてありますね。本当はここに今使っているビデオカメラだったりとか、このビデオカメラに使うコードだったりとか充電器とかもここに入れるはずなんですけれども、入れる場所がなくなっちゃってますね。本当はここだったんだけどね、なんかいろいろ増えてぐちゃぐちゃになっちゃってる。このカメラをね、使うのって反対側のキャビネット側が多かったりするので、もうカメラ類は向こうに移動したいと思います。一回もうここに入ってるもの全部出しちゃいます。あ、これ探してたやつあったし。もうこういうのとか何に使うかもわからない。こういうパソコンでね、使うものとかも、パソコンを使うのが反対側、キャビネット側だから、そっちに移動しようと思います。こっちの奥には使い終わった通帳がね、100均の粘土ケースに入ってるんですけれども、ここの場所ってすごい使いやすいから、保管しとく通帳を置いとくのってもったいないので、これはね、移動させようと思います。奥には古い携帯とかも入ってるんですよ。こういう携帯カバー、これは娘にもらったやつだから捨てれなくて取ってあるんですよね。これは思い出ボックスに移動しようと思います。で、奥には母子手帳だったりとかパスポートとかあったんですけれども、これもちょっと見直そうと思います。で、こんな感じにね、ハンカチスタンドに、通帳系入れてたんですけれども、なんか若干使いづらい気がするので、これも見直そうと思います。これは壊れた携帯ですね。もう買ったばっかりで、子供たちに落とされて、買ったばっかりだからもったいないと思って取ってたんですけど、もう使えないしね、これは処分します。これは医療系のカードだったりとか保険証が入っています。こちらもちょっと見直そうと思います。で、あとこれはね、ゲームセンターでちっちゃい子がね、遊ぶとこういう、なんて言ったらいいんだろう、カードが出てくるんですよ。で、これを集めるとお菓子とかに買えてくれるっていうやつで、何回か行ったやつをここに貯めてるんですけれども、これもちょっと入れるとこ決めるかどうにかしようかな。
このケースにはもういろんなカードが入ってます。ポイントカードだったりとかキャッシュカードだったりとか、使っていないカードがいっぱい入っていますね。でももしかしたら使うかもしれないしと思ってここにとりあえずまとめてあるので、これも見直していらないものは処分して、どうにかしようと思います。今ちょっと中身を出したので中をね拭こうと思います。なんかね札とか入ってるし、島村軽く拭いたので中にねちょっとケースだけ戻します。これはセリアで買ったケースになります。まあ、前も紹介したんですけれども、仕切りが2枚ついてあって好きな場所にね移動して使えるので、こういう引き出しの中にはめちゃくちゃ便利なケースです。と今引き出しがね2つ開いているんですけれども、こっち側が玄関に近くてこっち側がキッチンに近いので、こっち側は財布だったり普段持っていくものを収納したいと思います。こっちの方が使いやすいからケースを全部ここに入れて、でここに保険証とか医療系のカードにして、でここの隙間にね3冊母子手帳を入れました。パスポートと年金手帳。こちら無印のケースなんですけれども、ワンコの病院の診察券とかはこれにいつも入れています。こちらはメジャーになります。工具箱は玄関にあるんですけれども、メジャーとドライバーはよくリビングで使用するのでこちらに置いとこうと思います。ドライバー、大きいドライバーは玄関にあって、これは無印のドライバーセット、ちょっともう年季入ってるんですけれども、コンパクトでいろんなサイズ入ってて便利なんでここに置いておきます。このシートさっきここに入ってたんですけれども、衣類ケア家電で使うものなので衣類ケア家電の横にねこれは貼って置いとこうと思います。でこういったソーイングセット、ミシンとか、まあ、布とか糸とかまとめて別で置いてあるんですけれども、ボタン取れたとか中破れたとか直す時でよくリビングで使うので、これは別でここにね針とかと一緒に入れとこうと思います。でこれは持ち運び用のハンドジェル、さっき適当にここに入れてたんですけど、これはね玄関に置いとこうと思います。外で使うものなので玄関が便利かなと思います。ひとまずこちらのスペースは見直し完了です。私の財布、主人が帰ってきたら財布を置く場所、アイコスやキーケース、こちらの隙間には母子手帳3冊、こっちにはパスポートや、年金手帳に、こちらは医療系のカードだったりとかですね、でドライバーに手芸セット、よく使うメジャーで、今2つ空いてるんですけれども、別のとこをね見直ししてよく使いそうなものがあったらここに移動させたいと思います。ひとまずこちらは開けた状態にしてあります。もともとここに入っていたものはちょっとここにあると不便なものが多かったので、他のスペースの見直しの時にそちらに移動したいと思います。さてさて、まだこんなにごちゃっと出したものが残っています。こんな感じで今回はねこちらの後ろにあるチェストの中を見直してみました。で次の動画は、先ほど紹介した、キャビネットの方の収納になるので、チャンネル登録をされてない方はぜひこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。